はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシェフです。皆さん、なんかね、こう世の中にある言葉に自分のこう思ってることがハマらない時ってありませんか？で、僕は今日一つ言葉を作ればいいんじゃないかと思って作りました。その言葉が大人秋です。その大人秋なアレンジメントを今日は作っていきます。皆さんの中で大人秋ってどういうものなのかをまず連想しててください、最後に大人秋説明します。では行ってみよう。どうぞはい、では始めていきます。まず最初にこちらのね、水無月、水無月というね、アジサイの仲間を指していきます。これはですね、少しこう下の方は裂けれますので、下の方を書いて、この中の方にちょっと葉っぱがついてますから、こういう葉っぱも取り除いちゃいましょう。これどうしても茶色くなっちゃいますからね。それで刺していきますけれども、この水無月はまずこうカットしたらですね、これアジサイと同じ仲間なんで、ここのところにこう中に綿が入ってるんですね。削るとこの綿を、このように出して刺します。そうすると水揚げがいいです。短くした水無月も周りに刺していきましょうね。はい、では次にこちらのサンゴ水木を入れていきます。カメラ切りながら僕が映ってます。イエイサンゴ水木も少しこうね、溜めて、カーブをね、作って自分の思うような形にしていきましょうね。はい、では次にここでね、このバンダを入れていきます。めちゃくちゃ綺麗ですよ。はい、次にこのヒペリカムのね、紅葉を入れていきます。はい、次にこちらのリンドウですね。リンドウを入れていきます。このリンドウはめちゃくちゃ綺麗です。はい、次にこのね、スプレーマムを入れていきます。はい、で最後にですね、もう一本サンゴミツキを入れて形を整えていきます。はい、ではこちらで完成です。では正面に行きましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。もうポイントとしてはやっぱりサンゴミズキのアクセントラインなんですよ。このアクセントラインの入れ方次第でまとまるもまとまらないも決まってきます。なので最後の最後のこのチェックでアレンジメントをこう良くすることもできるし、悪くしちゃうこともにもなりかねないということですね。なのでそのあたりは注意していきましょう。ではまた次回素敵なアレンジメントを紹介していきます。花束かもしれません。ではまたお会いしましょう。 See you next time。はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。またツイッターフォロー、ブログの読者登録まず出てこなくなっちゃった、もうよろしくお願いします。あ、高評価もお願いします。